見えないな。うまく見えないな。ガードするから見えないのかな。おっそすー、ゴーストワイヤー東京、続きいきます。マイクロベーサーどうぞよろしく。さあ引き続きやっていこうと思います。前回とりあえずサイドミッション2つやった感じでしたが、うん、座敷わらしですね。で次はちょっとメインでこっちの方に行く感じでございます。なのでそっちの方にとりあえず向かっていこうかなという感じですが、おりますな。ステルスでちょっと倒してみたいんやけどな、意外とバレんのよな多分な。この距離無理か。はドゥーン、よし、いけた、いけたけどバレた。はい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 、まあ勝てんだよな、やめて。はい、おーおーおー、来い来ないの、あ、女子高生も、はいはいはい、モブがない、なんか爆発したよ、赤いエーテル結晶体、赤く光ってるものから破壊した時に爆発、そんなんあったんですね。これを取得すると火属性のエーテルショットの霊力が回復。まだ覚えてません、火属性。そして女子はおいで、しゃがんでるから俺、いや見えたんちゃう今。ていっけえ、おえ、うわ、こういう狭いところでこいつと戦うの大変やな。 OK でーす。これワーンってなるけど潰し方がわからんな。どっかを狙い撃ちできるはずなんやけど、ほい、違うっぽい、反対側に回った時とかなんかな。拝む、うわこっち向いた。これでよし、はい、頼むぜお地蔵さん。はい、こんなんもあるんやね、ああいうマンションのちょっとしたところに幽霊がいたりとかもするからさ。おい、ロチュすごい探索、あ、こっち向かないで、向くなよお前、うん、ジャストガードできるか、ステルスが難しいね、やっぱまだ。うん。おかんね。すごいバッサバサ言うてるよね、やっぱなんかずっと。新しい技を覚えるんだ。あ、はい。今ならできるはずだ。はい。でも前回終わるときにポイントちょっと貯めとこうっていうそういうお話になったんですわ。あれまでも。お、着いたぞ。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。ここは敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。ああ、欲しいものがあるんだよ、探してきてくれない。ん、これはまたコンビニの猫とはちょっと違うタイプなのかな。おいおい、働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの。もちろんお礼はするよ。じゃあ本題に入ろうか。うん、いいよ。ん、何これ、これを探してこいってことか。収集品を探して欲しがっている猫マッターに渡すとお礼をもらえる。なるほどね。あー、はあはあ、理解理解。これで、うん、
この2つは確か、そうやね、どっちだどっちだ、ここで使うんか。にゃー、なるほどね、こういうのがいっぱいあって、集めるとなんか右側にあるあれがもらえるってことね。この収集品をマップに表示とかもできるやん。もう全部つけとけ。で、なにこれ。コスチューム。なるほど。どうもです。あ、こいつが、こいつが使っていくのね。っていうかなんか、神社のそば来たけど、すごいお祭りモードになってますけど。あ、屋台とかもあんにゃ。おい、猫。なるべく安くしてくれよ。なんか買える？唐揚げ。なんか買っといてあげよう。いつの間にか結構お金、3万も貯まってるわ。無駄遣いするなよ。本当だろうな。まあ、見るのはただだし。たい焼き。あ、買ったる買ったる。一個だけやけど。データベースに登録項目追加ってことは、なんかコンプリートする必要とかもあるんかな。よし、とりあえず神社こう行ってみますか。んー、あ、できるのか。怖い怖い怖いよー。ほい、イエス、いっぱい出るこれね。はいはい。ドッグフード取って、まだ生きてたのね。OK、こっから神社を行こうか。ズーズーズー、はい、スッキリ。ガチョン。なんかまた汚ねえ感じやんな。入れへんわ。これはスイカ。あ、いやーね、なんかマップ見る感じ何箇所かあるけど、これ全部やらなあかんってことなんかな。こっちの方違うな。こっちはまだいけない。霧が出てます。なんかある。意外とちょいちょいなんかいろんなもんあるな。あっちか、鳥居があるね。マジでこれもう探索が楽しいですよ。一人称視点やからか、またなんか竜が如くとはちょっと感じが違うよね。てるね。あ、デイリー山崎丸。タバコ探してくれ。あ、おか。どうして？推定からに決まってるだろ。アキロに探すんか。絶対に嫌だよ。残念です。着きました。また敵の気配がするぞ。来てます。ほいほいほい。あ、違うタイプの女子来た。楽しみましょう。先お前。え？いや、見えないな。うまく見えないな。はっ、ガードするから見えないのかな。あ、
よし。で、ここも。浄化。綺麗なお祭り風景みたいな感じ。カラスがめっちゃいるな。ふやふちょん。うん、そないもんかな。黄金の茶器取ってよかったの。あれは猫股よね。これで、あ、まだあんのか。もう一個鳥居がある。勢いよく描かれた絵馬。単独ライブ大大大大成功しますように。令和3年なんや。7月24日。一応これ世界観的にはめっちゃ最近ってことよね。いる。なー、怖ー。この方が経験値多めにもらえたりとかしてるんかな。さっ、こっちは何もない。並んだ春。すぐこっち見よるよなあいつら。あー、バレた。ゲイ、横にもいる。意外と戦闘というか、おびくした。単純攻撃なのよね、今のとこ。どこ行った。うらっ。イエス。OK。よし、次。うん、次言うてるけど。浄化します。これで、お、行けたっぽいぞ。カラスが飛んでた。ファストトラベル。マップ画面で浄化済みの神社やファストトラベルアイコンと選択して飛べるようになりました。強い力を感じる。お、ここに何かあるな。何かある。霊視で神社をくまなく調べろ。おみくじ買える。霊の居場所もわかるはずだ。ああ、おみくじ200円。へい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 。何番。あ、もう出た。あ、小吉。お、一定時間、決勝体から得られる銘価2倍。あ、そういう効果もあんにゃ。面白いじゃん。ぷちょん。なんかある。近くに何かあるな。さ、何か。いわゆるパワースポットってやつだ。普通に入れたけど。願掛け用の札、在庫切れ。結婚式。あ、いろいろ大変ですね、神社も。行事。お知らせ。あの女さえいなければとか言うてんで。あ、そういえば弓あるの忘れた。俺もうマジで全然使ってないわ。すぐ忘れちゃうな。ああ、厄年の話。で、これはいっぱい。こっち失礼。何の声これ。天狗よね。あいつうるせえわ。
もうちょっと静かにできんか。閉める。神社の入り口か。ってことは、あっちかな。解放したから幽霊が出てくるようになったっぽいね。さっさっさっさ。よいしょ。これでもいっぱいほんまにすぐ公衆電話行かなあかん感じになるな、この感じだと。なんだ？ん？どうした？お賽銭。投入するメーカーの額を決めたら願い事を念じながら投げてみよう。マジ？お祈り。入れとけいっぱい。なにこれ？あー、なるほど。こういうのが聞けるんや。あー、どうだ、わかんない。御利益あったかも。そうなん。マップ見たらどっかにお地蔵さんの場所が見えたりとか。サイドミッション、うわー、なんだなんだ。ここを一旦今クリアしたからみたいな。なんかいろいろマップ出てきたな。あ、お地蔵さん出てる。どれが拝んだやつや。拝んだやつもこれ出てるんちゃうんけ。とりあえずは進める感じで今は大丈夫よね。取る。あ、なんか火って書いてるで。ぬん。お、危ないよ。こいつは使えるぞ。こんなところで、あ、火属性のエーテルショット。威力が高い炎の槍、射程が長い。チャージショットは爆発する火の玉に変化。複数のマレビドを巻き込める。いいね。切り替えは、え、 R1。 あれは、あ、中押しでいいんかな。とりあえずこう。寄り道した甲斐はあったな。こうか。次は情報を集める。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは、悪くない。すっ、まだいまいちわからんな。で、陰りへ展望台を目指す。で、何か言ってる？おい、これサイドミッションか。ちょい兄さん、兄さん、やっぱりワイの言葉が通じとうか。普通の人間と違う。そんなあんたに頼みがあるんや。子分たちと観光に来たんやが、この騒動やさかいはぐれてしもて。わいは腰悪うてな。代わりに探してもらえんけ。化けで姿を変えとうが、兄さんやったらわかるやろ。見つけたらわいのとこに来るよう言うたって。めっちゃ関西弁で来るけど、はぐれたぬきたち。たぬきの親分とはぐれてしまった子分が街中にいるらしい。子分のたぬきたちはいろいろなものに化けているようだ。化けてんの？ぬ、割りかし近くに一匹おるやんけ。ん？この神社に尻尾生えたんがおるさかい？見っけたらまたここに戻っといで。子分を探せ。あー、なんかサイドミッションやってもた。近くにいる子分。で、またなんか、なんかもうサイドミッション めっちゃ出てくるな。あらー、大量です。もはやメインミッションがどれかわからん感じになってきた。で、とりあえずじゃあ、ってたんだけど。あ、国の番犬って警察ってこと？ちょっと待って、そうだ、絶対これやん。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。普通に喋ってるけど。警察なんてこんなもんだよ。調べるで、これ。ポン。あら、かわいい。なかなかやるな。親分が探してる。
匂いをたどってまさに着いたところなんだ。そしたら人間の気配がしたから、とにかく教えてくれてありがとう。親分のところへ行こう。あ、なんか円盲と手に入れたこれで OK かい。おきに、この調子で他の子分も頼むわ。全員見っけたらずっと北にある丘へおいで。そこの神社で子分どもと待ち合わせや。東京は広い境な、気長に待たしてもらうな。あはん、とりあえずなんか一個いけました。面白い、東京観光しながらいろいろできるのが面白いですせ。ここもサイドミッションかな。一体どこに行ったんだ。言うてる。聞いてください。ん、ここで供養していた人形が逃げ出したんです。今度は人形探しですか。私はその後すぐに事故で死んでしまいました。ああ、あの人形髪が伸びたり。いやそれはほら、供養に出しても戻ってきたり気に悪くて、死んでも成仏できないし。全部あの呪われた人形のせいなんです。そうなの。見つけ出して供養してもらえませんか。どんな人形なんですか。普通に喋ってるけど。あれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。ほう、終える。わあ、もうサイドミッションガンガンやっちゃう。よし、思念が見えたぞ。え、どれ。あれか。待てーい、遅っ待て待てーい、捕まえんの。待て待てーい あ、これん、ほい。あ、なるほど、また続きね。行けてー、チークでー。もうちょっと早く行ってくれていいよ、お前。あ、そこ、これは俺いけねえぞ。ここからは追えねえな。うん、迂回するぞ。迂回、え、さささささ、はっ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 、迂回できてる。この辺、あ、違うな。あ、でもこれ吸収したか。あー、ちょっとまたあれも行かなあかんな。吸収したいけど吸収できんからな。で、ここは何のエリア。これ鬼ヶ原。ん、なんかそういうアイテムが、うるせえ、なんかそういうアイテムがありますよっていう、そういう合図やったりするんかな。いいね、こういうめっちゃ普通の一軒家感。ちょっと待って、一旦公衆電話を探してんだが、こんなにこっちの方はこっちの方は何もないのか。俺が見つけてないだけ。一回探さないとマップには。猫が多いんだよね。あ、なんか公園。こんなところに猫はないだろう。できるやんけ。人形の痕跡はなあかんし。え？痕跡追うのもそうやし。さっ。やば。ああ、バレた。ちょっと火属性使ってみたいな。属性は、こうか。ああ、ちょっと何その攻撃。ちょっと閉じ込められて、うっす。あ、ちょっと女子、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 倒しました。
女子トイレに追いやられてました。とりあえず一回公衆電話探さな。ちょっとあれがいろいろできんな、吸収ができんくなるから。人形も探さなあかんけどさ、ちょっと大量にやりたいことがいっぱい急に出てきております。公衆電話が意外とわーできる、意外と戻らないと あるやんけ。一回やっぱマップで探さな出てこへんやな。はい、よろしくどうぞ。うん、ズズン、はいどうも。んで結構簡単にレベル上がってくるね。すっ、俺がもともと行きたかったのは人形や。人形をほっ、あ届かんか。人形を追いかけてに、のぼるんで、パッパッ、人形を追いかけてて迂回してこうなったんだった。めっちゃいる、ほら女子女子。うん、はい、おいでおいで女子。はい、はいはい、うん、いいよ、女子と戦うのは楽しいから。はい、人形があいつらを呼んでやがるのか。おうぞ。人形があいつらを呼んでやがるのか。あ、じゃあここで会ってたんか。どこ行きました。意外とここで会ってたんかな、来るとこ。ん？ここか。さささささ。登って登って。なんかいる。普通の人形がなんで中。あ、いたぞ。あ、合ってた。見失ってたのに。今のは人形の声。見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。ですね。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。お願いします言われてる。ホラ人形を払う縁結び。こうしてこうしてこう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 。うん、よろしくどうぞ。行けましたよ。あなたは人形に宿る女と話す。ありがとうございます。誰かがあの藁人形で弟を呪っていたんです。うん、弟さんって神社にいた男の人。はい、私がずっと守り続けていたんですが、お離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪いを殺され成仏すらできずに呪い殺され、俺がおらんかったら大変やったんですね。あー、これで人形は神社の霊に人形を届け、ほったらかしでいいの。本当のことを教えてあげなきゃ。うん、人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。うん、本当は守ってくれてたのに。人形持ってこい。じゃ取るゲイ。ぽちょん。意外とほら、ああいうとこにもおるからさ、バカにならんよね。ちゃんとさっていってなるべく探索でこういうのを取って
てやった方がいいんやろうな。ランダムで湧いてんのか。いやでも固定かな、この感じやと。ってことは全部探しきる、そういうのもあるんちゃう、この感じやったら。さっ、どこまで飛べる。ずん、目の前に幽霊。これで神社に戻って、あいつに教えてあげたらいいよね。お姉ちゃんが守ってくれたんだよ、大丈夫だよ、ただいま。話す。見つけてくれたんですね。うん、ポイッと置いたけど。早速その気味悪い人形を燃やしてもらえませんか。え、この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。そうだよ、あなたを呪うための藁人形があって、うん、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。そうです。姉さんだ。それじゃあ私が事故にあったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさか。ああ、なるほどね。人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。残念な結果になったんやな。姉さん、すまない。許してくれ。うん。姉のおかげで、お前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで、安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。お。はーん。これで完了？上出来だ。上出来。わ、また幽霊増えとるやんけ。進みませんぞ、もう。で、こっから、まあサイドミッションもいろいろあるんだけど、俺がやらなあかんのは、この黄色じゃないよね。黄色は、多分あの猫の、やつをマーキングしちゃったからっていうことやね。試しにちょっとでも探しに行ってみようか。鬼瓦なるものがあのエリアのどっかにあるってことよね。意外と上にあったりとかすんのかな。一軒家のお庭をちょっと拝見しますよ。ああ、こんなところに招き猫。こんだけでもヒント出てたらすぐに見つかりそうやのにな。おっ、びっくりした。やめろ。霧でびっくりした。これでもここ2階に、違うか。降りれん。でい、タンタンタンじゃない。これ公園のところでしょう。鬼瓦ってポチョンってやったら見える？あ、あれや。ってことは裏から登ってかなあかんのか。まず吸収させてもらいます。血は何もないね。これでピッ、これで取る。ああ、こういう感じか。鬼瓦、日本の文化をでもほんまにちょいちょい説明してくれるね。オッケー、はい、なんとなく感覚は分かってきたぞ。これでさっきの猫
あいつにこの鬼瓦を渡せばなんかもらえんちゃう？後悔ね。やっす。ご機嫌いかが？これでこれか。見つけたよーん。片白がでも3つもらえたっぽいな。これでいいじゃない。ああいいですよ。14枚になりました。やったぜ。へえ。どこまでマップ最終的に広がるんかな。こっちの方まだ道路見えてるから多分あんやろうな。ああうん、こんなとこもあるし。うんうん、いいですよ。じゃあ軽く、うん、もう一個サイドミッション行ってみようかな。どっち？サイドミッションかい。吐き出しといて。はい。これででも30ポイントも貯まってんのか。そうなると、あ、連射速度アップとかあるやん。3発、うん、連射速度上げとこ。で、あとは何やろうな。しゃがみ上げてけ。うん、これで次多分このマガ玉とか。え、ちゃうわ、マガ玉これ3個いるとかってことか。これ1個持ってるのに開けれへんもんな。そういう数？さっき7ってなかった？どれか。あ、これはあ、大変だ。様になってきたじゃねえか。おお、ありがとう。猫がうるせえわ。うん、こっちやね。影里江展望台っていうのはこれ？メインミッション、影里江展望台。ああ、そうよね、神社行ってってことか。オッケーオッケー。おい、霊が連れて行かれるぞ。ん？助けなきゃ。お、どれを言うてる。うん、はいはいはい。なんかいっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って待って、連れてかないで。はい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 。ぬーん、オッケー。これでまだまだか。どうやったら助けれる。どっかにいる。おお、そこかほらほら女子。あ、うわー、やめて。おパンツ見せてもらうよ。これで助けられたか。あ、助けた。エンカウント方式なんかな。まだどこかにいるはずだ。何が？じゃーん。とりあえずオッケーなんかな。いやー総理大臣。パカパカで、パカ、これか。渋谷なのに錆びれてるな。月並み金属地。よくない言い伝えとかがあって、安易に開発できない場所もあるんだよ。なるほど。
このタイミングでレベル上がったけど。とりあえず、あ、なんかある。あ、ワンちゃん。2匹おったわ。めっちゃ来るやんけ、お前ら。ん？餌あげまけ。お食べ。あげまくっといたらなんとかなるでしょ。慌てずに食べな。うん。うまいうまい。こいつらに餌やりまくっといたら、お食べ。最終的に一応今んとこ得して帰ってきてるからな。慌てずに食べな。ドッグフード以上の見返りを。あれ、今回はくれない？あれ、お前は？なでなでして。あ、そっち。怖くて怖くてたまらなかったんだ。お前は？うん。こいつにドッグフードをあげた意味はあったんかな。お疲れ。お前。うん。ほう。そいつはカラカサ小僧だな。カラカサ小僧。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。妖怪の知識も入れますね。うん。ワンちゃんがうるさいな。そんなことないよ。ちょっと待ってて。ん？カラカサ捕まえる。雨降ったらっつって誰でも。ポチョン。いた。ん？カラカサ小僧だ。あれ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。あ、そうなの？気づかれたら逃げられる。チャンスが今だ。しゃがみに近づけ。今しゃがみ速度上げてるけど。あ、あ、はい、うい、くそ。あとちょっとやったのに。こいつ、はい、今です。しゃがんでしゃがんでしゃがんで、ふい。めっちゃ簡単やった。あ、マガ玉もうもらえた。意外とじゃあ簡単にたまたまってくんかな。ふい。ブブブブブ。そこに見えてるのは何や。気になることがいっぱいまだまだあるなぁ。で、こういうのも吸収していくわけでしょ。うん。うん。何これも。ゲイ。いいでしょう。あの子に傘を。話す。うん。いいじゃん。きっと喜んでくれると思うよ。はーん。成仏する絵がちょっと面白いよな。結構サクサクでもなんかいけてる気がするね。いいよ。サイドミッションがでもマジですげえ豊富にいっぱいあるよね。うん、OK です。じゃあ今回はまたこんな感じでこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。